今渋谷区でも子どもテーブルというのをやっております。子どもテーブル、すなわちこれは子ども食堂です。この渋谷でも子どもテーブル、子ども食堂があるんです。子ども食堂が決して悪いとは言いません。しかしながらこの子ども食堂というのは学校給食がないときに、そのお子さんご飯が食べれないから子ども食堂で食べさせてもらってる、賄わってもらえる、そのような貧困になっているんです。渋谷区もそれだけ大変、子育てで大変な親御さんがいらっしゃる、子どもにご飯を食べさせられない、そのような親御さんがいるということです。子どもテーブルがある、子ども食堂があるということはそういうことなんです。私はこの渋谷区立小学校中学校の給食は完全無償化、そして渋谷で生まれ育った子どもたち、学びたいけれど進学ができない、家庭の経済的な理由で学べない、そんなことはあってはならない。この渋谷区で給付型の奨学金制度を制定いたします、新設いたします。渋谷で生まれ育った子どもたちが高度人材となるんです。今の国は高度人材を、外国人の高度人材を受け入れると言って来るのは程度人材ばかりです。この高度人材、外国人に頼るのではなく、渋谷区は渋谷で生まれ育った子どもたちを高度人材に育て上げるんです。そのためにも給付型奨学金制度を新設いたします。渋谷で生まれ育った子どもが高い知識、高い技術を身につけ、それが渋谷の発展につながるんです。そして私は小池都政が進める太陽光パネル設置義務化は大反対いたします。このように渋谷のように密集地、太陽光パネルはパワーコンディショナーという付属機械がついています。太陽の光を電気に変える装置です。これは定期点検をしないとそこから出火している事例がございます。渋谷のような密集地、点検を怠ればパネルを張ったご家庭からもし火災が発生しても、放電中は消火活動が遅れ、あっという間に大火となるんです。そしてこの太陽光パネル、素材の中には重金属が含まれております。大変人体に影響のある水銀、鉛、セレン、カドミウム、このようなものが入っているために、最終処分場はまだ決定しておりません。東京都の Q&A では、この最終処分場、はっきり明記されておりません。専門業者が土に埋めるなどして適切に処理をいたしますとは書いてあります。しかしながら、これ、明確に書いてないということは、まだ決まってないのでしょう。これ、義務化になって、一時に廃棄時期が来たときに、どこに処分するんですか、太陽光パネルの。そういうことも考えずに、義務化するというのはおかしなことです。私はこの渋谷区では、太陽光パネル義務化設置、大反対、必ず反対いたします。そしてゴミの有料化も反対です。行政のサービスは必ずあるべきです。区民からゴミを捨てる、お金を取るなんておかしなことをしない、このゴミの有料化には反対を申し上げます。それを明確に皆様にお約束いたします。旧統一教会を解体し、皆様の安全な暮らしを守る、太陽光パネル反対、ゴミ有料化反対、皆さんの暮らしを守る、それが渋谷区長候補菅原美由紀の訴えでございます。どうか皆さん、私の訴えにご賛同いただけたならば、私を、菅原美由紀をどうか選んでほしいと思います。